皆さんこんにちは、ツアープロコーチの山田です。今回は体が硬い人に送る、体が硬くても効率よく捻転できる方法3つ、こちらを紹介していきたいと思います。以前の動画で体が硬くても大丈夫という動画を上げさせていただいたんですが、そちらの動画を見ていただいて、まあ、実践してみたんだけども、それでもやっぱり硬くて体が回らないっていう方におすすめの動画となっています。ぜひ自分が体が硬くて回らないって思われている方、この動画を参考にして体が回りやすいような状態を作ることによって、より効率のいい回転率、捻転ができるようになってきますので、ぜひ試してみてください。このチャンネルでは、ツアープロコーチである僕、山田や、トーナメントプロであるゆうたプロ、この2人がアマチュアゴルファーの上達を少しでもサポートしていくような有益な情報を発信しているチャンネルとなっています。2日に1本配信していますので、ぜひお見逃しのないようにチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは早速、体が硬い人に向けて体が回りやすくなる方法というものを3つ紹介させていただきたいと思います。それでは1つ目の方法ですね。1つ目の方法はスタンス幅を狭くする、まあ、いつも打っているスタンス、いつも打っている自分のクラブに対してスタンス幅を少しだけ狭めてみてください。こちらは体の硬い人がスタンスが広いと、どうしたって体というものが回りづらくなってきてしまいます。スタンス幅が狭いと膝の可動域が広がり、体が単純に後ろに回しやすくなってきますので、ぜひ体がどうしても回らないという方はスタンスが広い可能性もございます。ですので一度スタンス幅を見直していただいて、少しいつもよりも狭くしていただくということをしていただくと、体が非常に回りやすくなってくると思います。だいたい目安としては、このいつものスタンスに対して靴1足分ぐらいですね、靴1足分ぐらい平均で縮めてあげると非常に回しやすくなってくると思います。また大体の平均、例えば7番アイアンで肩幅からやや狭めぐらいで構えるのですが、この肩幅よりもだいぶ広く構えている方などは1足じゃ足りませんので、そのあたりはやはり自分でこうスタンス幅を1回見直していただいて、例えば7番アイアンでかなり広い状態であれば肩幅よりちょっと狭くしていただく、それでも回りづらければそこからさらにちょっと狭くっていうような感じでちょっと加減をしていただくと、より効率よく体が回せると思います。ぜひこちらを一度試してみてください。またスタンス幅が狭くなると飛ばなくなるじゃんっておっしゃる方非常に多いのですが、もちろんスタンス幅が広くなると飛距離は落ちやすくはなってきます。ただスタンス幅が広いからじゃあ本当に飛ぶのかっていうと、そうでもないんですね。基本的に自分の適正スタンスというものがございます。体の硬さや柔らかさによって基本的にこのスタンス幅というのが決まっています。例えば先ほども申し上げたように、体が硬い人がスタンスを広くしてしまうと何が起こるのかというと、体を回せない分横にスライドする動きが非常に強くなってくる、まあ、体重移動の動きが非常に強くなってしまう。そうするともちろん今度ミート率が非常に下がってきます。そうすればいくら一発のバカ当たりが飛んだとしても、やはりアベレージで飛ぶことがなくなってきます。やはり曲がってしまいますから、そうなってくると、まあ、やっぱ飛ばないっていう風に言い換えられますので、やっぱコンスタントにミート率を上げ、その中でしっかり当てて飛ばしていくってなると、やはりスタンス狭めの方がうまく体も回し再現性も上がってくるので、まあ、結果として飛ぶっていう風に言い換えられますので、決してスタンスが広いから飛ぶという風には思わない方がいいと思います。もちろんスタンスが広くて正しい捻転をし、体重でもしっかりできてこればもちろん飛びます。ただそのためにはやはりこう柔軟性、ストレッチも必要になってきますので、ぜひ体が回らないよという方はスタンスを狭くしてみてください。2つ目です。こちらはつま先を両方とも、まあ、軽く開く、ちょっとハの字にするような感じにしていただく、特にバックスイングで体が回らないというのが今回のまあテーマですので、このつま先を、右のつま先を開いてあげる、こちらが2つ目になってきます。この内容に関しては、寒い日にゴルフをする方は見てくださいという動画がありますので、そちらで詳しく説明をしているのですが、まあ、こちらでもちょっと簡単に説明をしていきます。このつま先を閉じてしまうと股関節というものは勝手に閉じます。股関節が閉じてしまうと
お腹、体を回した時にどうしても股関節が詰まってしまいますね。もちろん股関節が柔らかい方はそれをしっかり受け止めた上で体が回せるんですが、どうしても体が硬い方がこれをやってしまうと詰まってこれ以上回れないという結果になってしまいますので、結果として体が回らないという形になってきます。そこで体が硬くてなんか股関節が詰まってるなとか、なんかこの下半身が引っかかって回りづらいなっていう方は、少しつま先を開いてあげるだけで体がしっかりと回り出す。僕がいつも言うお腹をしっかり回す。体幹をひねっていくときに股関節にスペースができるため、スムーズに体が回ってきます。こちらのメリットがあるので、このつま先を軽く開いてあげてください。もちろん開きすぎてしまうとダウンスイングなどでも影響が出てしまいますので、あまり開きすぎは良くないです。だいたい10度から20度ぐらい開くようにしていただいて、バックスイングを行っていただくと思った以上に体が回りやすくなると思いますので、ぜひ試してみてください。また右足のつま先を開くと、もう一つメリットがございます。こちらはバックスイングではないので、今回は簡単な説明をさせていただきますが、右膝がダウンスイングで前に出てしまう方、こちらの方々はこのつま先を多少開くだけで内側に入りやすくなってきます。これが例えば内股になってしまうと、やはり蹴り足が斜め前になるので、膝っていうのは簡単に前に出やすくなってしまうんですね。そうすると前に出る動きがしやすくなるんですが、つま先を開いてあげると前に膝が出れなくなるので、必然的にその場で膝を使った回転ができるようになってきます。右膝を前に出さずに腰を引く動きができるようになってきますので、ぜひ、膝が前に出るよという方もちょっと開いてあげるのをおすすめします。それでは3つ目について説明をしていきたいと思います。3つ目は、プロゴルファーの方もやっています。代表的なところですと池田勇太選手などがやっている方法なんですが、ヒールアップといって、左足のかかとを浮かすという動きです。こちらから見ていただくとこの形ですね。左足のかかとを浮かす、この左足のかかとを浮かすことによって、足踏みをしているような状態になってきます。結果として足踏みをその場ですると下半身というものは勝手に回っていきます。ですので左足のかかとを少し上げてあげると、腰がスムーズに後ろに回っていくため、上半身がスムーズに大きく回りやすくなっていくという効果がございます。このヒールアップで気をつけてほしいことがあるので、そちらを紹介しておきます。このヒールアップで気をつけるべきポイントは、ヒールアップをしたときに内側に膝が入らない、こういう動きですね。このように内側に膝が入ってかかとが上がってしまうと、確実にバックスイングで伸び上がってしまいます。こっち側にはあまりいけないです。このように回ってしまって、結果として体が回らない、伸び上がっただけで終わってしまうということになったりとか、体重の移動ができなくなってしまいます。体の構造上ギッタンバッコになってしまいますので、必ずこのヒールアップをするときは膝を真正面ですね、イメージとしては真正面、自分から見て正面に膝を出す、かかとを少し上げていくというイメージをして体を回すようにしてください。もちろん多少は中に入ります。回転していくので、回転するのでこんな風にはならないですね。多少は中に入るんですが、意図的に膝を内側に入れないようにしてください。必ず少し前に出す、そして少し前に出た結果少し中に入るといった形になるようにしてみてください。このヒールアップをすると、先ほど申し上げたように足踏みをするような感じで腰を引くことができるので、結果として正しい回転ができるようになってきます。そしてもう一つのメリットとしては、ヒールアップをしたことによって次ダウンスイングでかかとをつける動きが入ってきます。かかとをつける動きをするということは、シンプルに後ろ側に重心を乗せる動きとなってきますので、以前僕が紹介した腰の回し方でかかと側に体重を乗せていく、こちらの動きが非常にしやすくなり、結果として腰を回しやすくなっていきます。左に腰が回しやすくなるということは、単純に正しい回転、重心移動ができるようになってくるので、前傾の起き上がりが収まってくる
そしてより前傾の深いインパクトができるようになってきますので、ぜひこの3つのうちのどれかから選んでいただいて、自分に合うものを見つけていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。このように、今回は質問で受け付けた、体の硬い人が回すための3つの方法というものを紹介させていただきました。このようにね、質問を受け付けてそちらについての回答動画などもこれからもどんどん配信していきますので、ぜひ疑問に思った方などは感想やコメントなどよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。山田でした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。次のあなたへのおすすめの動画はこちらです。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。